疲れ様です。プーチたちです。プーチです。プーチでーす。よろしくお願いします。お願いします。7ミリです。お願いしまーす。はい、早速なんですけども、夏に備えよう赤ちゃんの暑さ対策5000円分購入。パチ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 。楽しみ楽しみ。楽しみ楽しみ。楽しみ。イエーイ。はい、ということでですね、7ミリちゃん。うん。はい。うん、はい。うん、はい。いいですか、喋っても。はい。ななみりちゃん、今年初めての夏です。今年っていうか、生まれて初めてです。あ、そうか。誰もが今年初めてだろうな。俺も今年初めてだし。は、初めてだしな。生まれて初めての夏ということでですね、はい、赤ちゃんっていうのはもともと体温が高いのと汗をかきやすい、いろいろ対策をしていこうと思います、はい、で先ほどタイトルコールにもあった通り5000円分をね買ってきたわけなんですけども、はい、今回どこで買ったかっていうと、どこですか？レレレレレレレベーン、ソレイコーン、スリーコインズです。特集みたいなのやっとったりして見てて楽しくなっちゃって、そうそう、あれよあれよとカートに入れてしまったら5000円いっちゃったっていう感じです。はい、なので今回みんなに紹介したいと思います。はい、ブー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 、プチタチ。はい、ということでこちら、届きました。じゃーん、ネットで注文しました。はい、はい、邪魔なんでちょっと下ろしますね。これです。いやいや、今回何品ですかね。8個。ぶっちゃけ言うと暑さ対策関係ないものもあります。まあそれはね、番組の最後にご紹介したいと思いますので、はい、最後までどうぞ見てやってください。はい、ではいきますよ。じゃあちょっとまずね、ベビーカー周りからいこうか。うん、じゃじゃじゃん、こちらです。ツーウェイシート用冷感ジェルパッドです。そしてなんと早速スリコなのにもかかわらず500円。ジェルです。これあれか、冷蔵庫で冷やすっていうやつ。冷蔵庫で冷やしてもいいし、うん、そのまんまでもいい。確かに今冷たと思っちゃった。ひんやりするでしょ。うん、あ、そうなんだ。そうです、ジェルってすごいね。はい、でここの写真にある通りこのまま乗せちゃってもいいんだけども、うん、タオル敷いたりとか薄手のシーツ敷いたりとか、うん、っていうような感じで使えると思います。はい、しかもこれチャイルドシートにも使えちゃうから、その 2way ね、ベビーカーとチャイルドシートかな。よかったね。これでも500円で手に入るんだったらいいんじゃないと思ってカートに掘り込みました。ちょっとまたつけてみてお散歩してとかっていう動画はまた別にね、うん、あの出せる時があれば出したいと思います。はい、次もベビーカー周りです。じゃじゃじゃん、はい、ベビーカー用保冷バッグ。おお、はい、どういう風に使うかというと持ち手につけられるんですよ。ほいで、赤ちゃんの飲み物でしたりとか、やっぱりベビーカーを引いてるってことは、結構長時間ね、移動することが多いのかもしれないので、うん、私たちの飲み物とかをね、ここに入れられたらめっちゃええやんって思って、買いました。あと、なーちゃんの水とね。いましたね。あ、いました。いましたね。ファイブコインですね、これも。あ、こちらもそうですね、ファイブコインでございます。はい。まぁ、あ、ちょっとこれ結構優先順位は、私とタチ君的には、低かったんだけども、うん、まぁ、あ、冷やさないにしても収納が1個ベビーカーにつくっていうのはいいんじゃないってなって買いました。うん、はい、はい、次、え、開けてみんでいい？開ける？開けろやってな。うん、何何ちょっと置いてんねんってな。もうこの子は中身満たすぎて足慣れてますからね。満たすぎてなんですよ。うわうわ、お、冷たい。あ、めちゃくちゃ冷たい。なんかサラサラした。めちゃくちゃではないけど。じゃあ言うな。こんなんでーす。上の方で結んで垂らす感じか。そうだな、ここで固定する感じですね。はい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 、あ、いいじゃんいいじゃん。あ、でもちょっと腕貸して。あ、めっちゃ冷たいこれ。結構くるくない？これ結構冷たい。え、ジェルってすごいね。うん、これはいいぞ。はい、次、保冷バッグね。うん、私これがベビーカーにつけても使えるんじゃないかなと思った。まあ持ち運びもできるな。うん、こんな感じです、うん、結構大きい。これを持ち手のところにマジックテープでつけるという感じですね。
で、中はドリンクホルダー付きです。そう、1個仕切りがあって、うん、ホルダー付き。いや、私な、1個な、めっちゃな、いいこと思いついた、うん、これさ、ベビーカー乗らんくなったらさ、車の座席の後ろに付けれるんじゃない？遠出とかいいかもしれんな。なあ、めっちゃ良くない？遠出はめちゃくちゃいい。ちょっとまたね、使い方こんなんあるでっていうのを見つけたらインスタなりなんなりデビューします。はい、これでもちょっと買ってよかったわ。次もちょっとお出かけ系、さっきとちょっと似てるんですけども、こちらやっと300円が来ました。皆さんやっとここで300円、すいません、はい、納得の300円です。これいきます。抱っこひも用冷感パッド。これも、あの、さっきのベビーカーのやつと多分素材一緒。あ、ほら、あ、うん、あ、聞いてこれ、これ1個あるだけでさ、赤ちゃん的にもめっちゃいいと思うんだけど。こういうことか。あ、でも、うん、冷たいぞ、なーちゃん。今日ちょうど30度近くありますから。どうだ？どうだ？そうだな。はい、次いきます。はい、まあ、次はね、ベビーグッズというよりかは普通に暑さ対策にはなるんですけども、はいはい、じゃん、なんでしょうか。傘だと思いますやん、これ。これサンシェードです、車用の。こちらは1000円です。300円とこ行ったなんですけど、フロントガラスのところを覆うやつ、普通のもあったんですよ、うん、ペッペッペッてつけるやつ、はいはい、これね、めっちゃ便利やなと思って。お、はい。今何も映ってない。こんな感じ、わかる？こんな感じ。やっぱ奈々ちゃん車乗るときなるべく温度低い方がね、奈々ちゃんのためにもなるんで買いました、うん、窓の横は車についてるんで、それを使って。窓の横？横の窓には、はい、ついてます。次、はい、これまでがちょっとアウトドアで使う感じの暑さ対策だったので、次はですね、室内で使える赤ちゃんの暑さ対策、はい、いこうと思います。はい、じゃじゃん、重た。なんだそれ。冷感ジェルマット。これも1000円です。はい、あ、大きいね。じゃん、はい、こんな感じです。あ、いいじゃん。まあ、床にこうやってペンって敷いて使うんですけども、うん、はい、ナナミリちゃんはもうズリバイを始めたので、うん、ここにとどまるっていうことはなかなかないと思うんですけど、うん、お昼寝するとき結構暑くて、うん、なので、まあ、これの上になんかシーツ敷くかタオル敷いて昼寝してもらおうかなと思っております。いい、うん、以上。はい、まあ、ここまではよ、ぶっちゃけよ、ナナミリちゃんは何も楽しくないわけよ。やっぱこの子にも楽しんでいただかないといけないと思って買いました。はい、じゃじゃん、じゃーん、ウォーターマット。ウォーターマット500円。こちらは参考年齢、はい、3ヶ月から18ヶ月、はい、うつ伏せとか腹ばい開始時期の子に使えますよ、はいはい、というものが出てました。はい、これね、お家の中で遊べるんですよ。こんな感じです。おお、これ水入れるんか。これは空気を膨らませて、うん、ここにお水を入れてあげます、はい、この中にあるお化けたちがさ、ふわふわふわって浮いて楽しいねってやつです。楽しみだね、これ。楽しみ、どんな反応するのか、うん、後でやってみましょう。はい、はい、以上ですね、暑さ対策に買ったものたち。はい、以上です。はい、で、ちょっとブーちゃんが欲しくて買っちゃったもの、こっからはちょっと番外編です。ちょっと2つだけ紹介させてほしいな、はい、まず1つ目、はい、フィーダー、はい、これ7ミリさんのですね。よく動画で流れてくるんよ、赤ちゃんこれ持って食べとるやつ。これちょっと試してみたくて買っちゃった。これはおいくらでしたっけ。あ、これ330円です。お、はい、これね、じゃん、こんなんなってる。お、例えばイチゴとか入れるわけよ、うんうんうん、で、閉めて、まあ、じゃあこれ手に持って、うん、食べる。あ、食べれる。あ、ちょっとちっちゃい穴が開いてるからそっか出てくるのか。そう、へえー、だから何でもこうみかんとかここに入れて食べれるという、うん、面白いなと思って買っちゃいました。電子レンジ消毒ができます。あ、そうなの。番外編だけど一応ベビーグッズということで買ってみました、うん、で、ちょっと最後、これは本当に本当に本当に番外編だから本当の番外編、うん、赤ちゃんでもない、赤ちゃんでもない、ごめんなさい。私が欲しくて、シリコンバッグです。はい、
これ500円したんですけども、これ本当に今ちょっと流行ってるというか、うん、これね電子レンジで加熱が可能なんですよ。ほうほうほう。でこの中にスープの素とか全部入れて電子レンジ調理ができるという、うん、でこれ立つんよ。このまんま冷蔵庫の中に入れれる、冷凍もできるし、で冷蔵庫から出してきてそのまま鍋にチャプンしてもいいし、また電子レンジチンしてもいい、ご飯がちょっと早く作れるっていうやつ、うん、以上、8点、はい、購入しました。いいじゃないですか。いいよ。私がすごいいいなって思ったのは、うん、マジでこれジェルシリーズ結構本当に冷たいね、うん、ジェルってすごい。全部で5000円で買えたっていうのは結構お得なんじゃないって思っちゃった。8点でしょ、うん、8点で5万だろ、赤5000だろ何を買うたんなんかだからスリコは、まあ、300円じゃないものも結構あるっちゃあるけど、コスパはいいと思う。コスパはいい、うん、でもやっぱデザインとかもな、うん、スリコはとてもいいですから、皆さんよかったら探してみてください。はい、これから夏が来て暑さが本番になりますんで、うん、参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、はい、もう今から準備しといた方がちょっとずつね、売り切れとかも多分出てくると思うので、うん、ちょっと見てみてください。ちょっとでも早速ね使ってみてみましょうかね、うん、また使用したものに関してはまたおいおい動画にしていく感じですかね。はい、まあ、多分しれっと、うん、ショートに出てくるか、うん、しれっとね他の動画に出てくると思うんで、はい、見てみてください。はい、はい、今回の購入品紹介、あ、よかったよ、参考になったよっていう人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。します。はい、皆さん元気に夏を乗り切りましょう。はい、せーの、ビビー。なあちゃん、楽しいぞ。おー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 、すごいプールみたいだね。うん、おーおいしそう。おーいいね、いいじゃん、いいじゃん、いいね、いいね、うんうん、すごい撮りたいよ。撮れんだから。それな、撮りたいね。かわいい。